試合が決まってない時の1日と決まってからの1日の違いってあれですね。それこそ試合が決まってからやっぱゲーミングするんで明らかにモルドナ頻度が増えますね。ああそうですね。普段も行くんですけど嬉しい嬉しい。僕あの25番が大好きで宣伝してくれって頼んでないのでちゃんと宣伝してくれ。いや僕でもありがたい。語っていいですか。あれモルドナさんの中で一番高いものじゃないですか、はい、でも考えてみたらハラミとゲンモ入ってる100、100入ってる200グラムなんですよ。ステーキ食べに行ったらそれ US じゃ2000円するしますしますと思ったらサラダとステーキ食べれると思ったらいやこれは価値としては安いなと見出してさすが焼肉屋をやりたい焼肉屋とかありますね。うちすごいお肉にこだわってるんですかね。美味しい焼き加減ベスト。だからモルドナってちょっと金額がやっぱ高いって思われがちなんですよ。でも基本サラダボールってイメージが出てくるからなのかもしれないけど肉乗ればそれは高くなるし、うまいよね、今その原価がめちゃ上がってるじゃないですか。餌の原価とかも上がるからもちろんいろいろ上がったりするんだけど安くしようってなって量が半端じゃないからちょっとグレード落とせばいやまあそれ安くできるんですよ。だけどうまいものを買いたくないじゃん、うんうん、そこがなんかねやっぱねプライドでもないんだけど単純な話でみんなにやっぱ喜んでもらいたいし前ヘビーユーザーが例えばじゃあ山本君がよく来てくれてなんかちょっと変わったなって思うかもしれないじゃん。やっぱよく来てくれる人に照準合わすとなんかそういうことはやっぱ俺はできないね、うん、それが本当増えるんで週3ぐらい食べてくれますよね、はい、減量中食べれるのが限られてくるんですよ、うん、だったらケチらずにいいものじゃないですよ、うん、だから迷いなく25番最近アップレスボイルドエッグモルドナのチャンネルの方で言ってるんだけど卵も3種類あるんですよね。ボイルドエッグ、ポーチドエッグ、うん、目玉焼きみたいな、うん、俺は目玉焼きが大好きです。おお、僕はボイル。あ、ボイル、ボイル。今度、ね、ヤマトスペシャルバージョンを1個なんかマジっすか、ね、メニューで作りましょうか。マジっすか、めっちゃ嬉しい。お、お願いしたい。うちもさ、誰でも彼でもできないんだけど今までこういう関係もあるし、応援してるしやっぱなぁ、25万超えるかなぁ。すぐ超えると思う。超えるかな、25万、俺大好き。違うのを挑戦してみたいんだけど、毎回性格出るもんね。いろいろ食べてみようかなって人とドレッシングとかでもそうなんだけど俺絶対チーズソースシーザーサラダとか好き？好きです。すごいのがあって、なんか俺もお客さん教えてもらったんだけど、うちってパルメザンチーズがあるの。で、そのチーズをオプションで入れてかけて、その上からシーザードレッシングかけて、めちゃめちゃに混ぜてくると思う。どこがいいの？せっかく減量するなら楽しく減量したいし、体にいいもの入れたいから、僕もきっと計量後は缶ビールじゃなくて瓶ビールか生ビール。あ、このクオリティ上げたぞ。もうビールの瞬間にシャーしてある感になりました。もうまあなんかスイッチになるかもしれないですね。そうなんです。だから本当に今、まあ、マサトさんとも話もお聞きしてと、あと武井壮さんも調査の話をして、本当にお酒やめようと思って。やってるそれは今までこんなビールのこと語ってきて最終的にまた繋げるんですけど、繋いで、まあ、勝つために僕お酒をやめるんじゃなくて選手としてパフォーマンスを上げるためにいいトレーニングできるように今普段お酒をやめようと、うん、でも今は縮小が続いてるんで、じゃあスポンサーさんに僕もマサスさんとかユースのことをやめます、えってなるじゃないですか。それが一段落したらやめて、例えば考えたのは計量後の唯一のリフレッシュでビール飲むとか、うん、ありなのかなと思ったりして。ありですね、うん、大きいズボンにベルトとか巻いて歩いたりする。いや、あのベルトしかも多く試合終わって帰るじゃないですか。で、裸で持って帰って箱をね、翌日もらえるって聞いたんですよ。そしたら、箱ないんですよ、で事務所にあるんで、もしあるなら今日ベルトをお預かりして明日郵送しますって言われて、いいですって言って裸で持ってるよ。全然、俺も裸で持ってる。だけど、なんか俺ベルトにあまりあれがないんですよ。なんかメダルとかトロフィーとかも全然あげちゃうんですよ。まず試合勝ってトロフィーメダルもらいました、あげちゃうんですよ。どれと、え、普通になんか杖とか会場にいる人が、確かに。だってこの間も速攻なんかツイッターで募集してたもんね。で、さすがにベルトあげれないんで、もし無理パンって飾って、まあ負けたら返して、なんか、みんなの記憶に残ればいいかな。なんか朝倉選手の YouTube で、はいはい、あ、取れてた、ダイヤモンドみたいな、なんか石みたいな真ん中一番いいとこ取れてた。いや、結構何個か取れてて、ベルトって持ち回りなんですよ。だから僕6代目なんで、まあ順番で言うとゲーゴ選手、ノイリ選手、ゲーゴ選手、アンポ選手、山崎選手、僕なんで回ってきてるんですよ。だからある意味その僕は歴史を感じるというか、困るのは爪、あれが服引っかかるの、石を止めたらフックがさ、ああ、こっちじゃないから、こっちじゃない、そのフックがフックとか引っかかって、そんな面白くないですけど、フック、ここにはまる、そうそうそう、こっちのフックじゃなくて、そうそのフック、何箇所もあるんで、それ嫌だなと思いながら、でもまあ、歴代の人もそうそうたる、すごい、
名前で K1 の会場行くとチャンピオンバナーってこうチャンピオンバナーとかあるんですね。ああそうなん、会場にこういう大きいバナーで飾ってるんです。スーパーライトチャンピオンの誰で写真と名前、そこに僕乗るんで、今度 K1 6月女子の大会あるんですよ。飾られてるか飾られてるんですよ。見に行こうかな K1 女子の大会も面白そうだし、新たなことじゃないですか、その女子だけの大会、しかも K1 のそれを見たい気持ちもあったし、いやバナーもあるし、もうこれを見に行くしかないかなってそう思ってるんですけど、試合後僕こうやって自分のそういうことを話してもコラボとかしたりしてるけど、雑談みたいな話しても初めてなんで決まってない感じいやそうだよね、はい、前回多分この3人で会ったので名古屋のブラスターさんとかで、あの時も結構熱く語って、勝利とかっていうよりは人生においての流れとかさ、こうとかお互いの価値観を喋ってて、うん、なんかすごくいい雰囲気で、そうそうそう、めっちゃ覚えてる。ちょっとやっぱなんかもうあのこうこうなってたもんね。そういう時期で。本当に辛かったもんね。あの時期だってご離婚されまして、ご離婚されて、ばっかりでした。本当にまあいろいろあって離婚して、離婚間際は本当に大変じゃない。まあいろいろ揉めたんだけど、でもまあベルト取れたのもこう本当に僕一人になって洗濯物洗って干したり、一人で飯食べて、本当ハングリー精神を思い返せれたんですよ。チャンピオンになることだけ目がけて自分を磨き上げれたので、子供にベルト見せるときに、まあ、ちょっと気持ちだけど、まあ嫁にもありがとうって言って、ちょっとちゃんとなれたよって言って、離婚はしたけど一時期はこう一緒にね、もちろんいて一緒に目指した部分だったので、まあそれで自分の中でスッキリした部分だったですね。なんか本当の愛情なのかもね。例えば恋愛でもさ、好きな人がいるとするじゃん。好きな人がいるんだけど自分のことも好きになってくれるとするじゃん。で両思いじゃん、まあ、ベストじゃん。でもこの人の能力が高いとさ、俺が彼氏でいいんだろうか、もっとこの人を俺が彼氏じゃなければもっといい女になるんじゃないかってたまに思ったりとか過去にあったりするじゃんね。でその時に別れたいんじゃないんだけど別れる道を選んで、お前もっとここ行けやっていう別れを選択する人も、俺は勇者みたいなやついると思ってて、自分からあえて別れる道を選ぶのは本当はその人に対する愛ゆえのものもあったりとかして、ある意味そういうのを気づかしてくれるっていう、ね、まあそうですね、手段だったのかもしれないね、うん、その経験があって今があるんで、もしかしたら僕結婚しなかったら勝ててなかったかもしれないしとか、たらればですけどそういう経験にも感謝だなっていうので、自分の罪名が人生すべて必然つぶりに感謝ってあるんですけど、なんかそう重大発表があって、なんかブレイキングダウンに出るみたいな出ない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 んかい。僕喧嘩自慢とスパーリング絶対嫌なんですよ本当に嫌だ。争い事嫌いなんですよ。もう笑顔で過ごしたいなと思うんですよ。そういうオラオラ来るのも嫌だし、そういう出てくることやりたくないんで、ブレイキングダウン絶対嫌です。むしろなんか今年一番大きい大会、一番大きいまあでもあのね、大会もある意味知名度というかそういう部分がすごい大きいと思うんですけどね。本当に出るってブレイキングダウンだったらもしかしたらサネボ ES 山本哲也見えるかも。怖い怖い。どっちのセコンドカリに使わせてレフリーレフリーやだパートナーは別に今いないですよね。いないから、だから K1 チャンピオンになって、まあ、いろいろな状況変わってきたし、いい意味で好転して、めちゃくちゃいい意味で好転してるんですよ。会いたい人も会えるし、うん、いい人もいろんな人も縁もあったりして、うん、こんな見たことないな。唯一一つ、うん、モテない、女性からモテない、ヒゲ揃っていう。いやでも僕これちょっとそのアイアンマンとか違うドクタースジみたいなイメージ、ミスターサタンですあの笑っちゃったんですよ見た時にツイッターで、うん、じゃあちょっとミスターサタン風の似顔絵作ってもらって、僕のそうなんですね。新しくミスターサタンが好きな人が今度は見るかもしれないミスターサタン好きってあんま聞いたことないんだけど、いや絶対いますか、いるかな。いやあのキャラがあるからやっぱ立つね、だって最初のドラゴンボールはいないじゃん。でご飯くんの時代になってからでしょ。であの時にやっぱあのキャラがあって、悟空がメインじゃなくてもみんなが盛り上がったわけですから、最終的に本当世界を救った魔人ブームの時とかはもうサタンがいなければああなってないですからね。そうですよ、いいんだじゃん、いいいい、大和くんだけが目立つんじゃなくて、それをすることで K-1 全体が盛り上がるみたいなことと一緒ですよ。なるほど、深いですね。なるほど、じゃあ皆さん次の記者会見お楽しみに。サターンなんで今後の格闘家としてはちょっと目標というか、まあ、もちろん防衛戦の内容決まってないし、格闘家としての丸を言うお話しさせてもらうと、まあ、僕 K-1 で2人負けてる日本人がいるんで、まあ、その選手には、まあ、リベンジというのも恩返しをしたいなと思ってる。試合で恩返ししたいし、チャンピオンになるとチャンピオンベルトの呪縛じゃないけど、取ること持つことによってベルト守らなきゃ、俺がベルト守るんだってなっちゃうんですよ。それって外向きか内向きかって言うと内向きなんですよ。だからみんな空回りしちゃう場合もあるんですよね。
僕は一つのチャンピオンベルト称号ではあるんだけど、僕はそういうことを思わずというか考えずに常に自分は高みを目指して最高のパフォーマンスをやせるように、うん、そして対戦相手に勝つことを目指してやっていきたいなと思っているので、時によっては悔しい思いすることもあるかもしれないけど、最強の選手っていうのは、まあ、最高のパフォーマンスを出せる最高の選手になりたいなと思っているので、そういう試合を見せてどんどん人を感動させたいし、力とかエネルギーを伝えたいなと思っているので、それが一つのちょっと、まあそうですね、今は、はい、まあたまたまだラッキーパンチだと言われたりはしてますし、うん、気にはしてないんですけど、その二人にはしっかり恩返しはいけないなと思っているので、だけどあの体勢でよくあんだけのパンチがまず打てるなって思っちゃう。やっぱそうなんだ。僕はまあこう相手が来るっていうのもあるんですけどね、だけどあの打ち方が打てるっていうのが刷り込まれてたんだなっていう。山崎選手本当に打撃力が強いんで、上着切れもコンプ早かったし強かったし、みんなね、日本人選手みんなビビっちゃうんですよ、来られると。それを見てきてるし、相当打撃強いんだろうなって僕はもう山張ってるし、山崎選手いっぱいやってきてるんで、うん、僕は向き合っても引くほどじゃなかったというか、ああいうふうにしけ見て返せたのはあると思うんですね。この間それ君とね喋ってて、あのパンチのね、あれ受けたらトラックにぶつかったようなイメージなんだろうなとかいう話ですよね。あれが山本哲也の試合だね。そうですね。あとはまあリングで話したみたいに、僕はあのファイトフォーピース、世の中が良くなるためにこう戦いたいなと思うし、まあ、例えば会社員の方も会社が悪くなると思って働いてるっていう人いないだろうし、世の中が良くなるように、まずは自分が良くなるようにかもしれないけど、それって聞いては世の中を良くしてると一緒なので、まあ、誰もがファイトフォーピース、誰もがファイトじゃなくて、まあ、頑張ってるファイトをしてると思って、僕ファイトフォーピースを持ってるんですけど、あとは今世の中が本当にあの、ね、いろいろあるです。まあ、コロナだったりとか、まあ、戦争もあっていろいろするけど、まあ、本来須藤元気さんが言ったような世界が一つってね、含めてあれ We are all one、 僕2年ぐらい前なんか、まあ、須藤元気さんに Twitter で DM 送って使わせてくださいって伝えて、ぜひ使ってくださいって言われたからまず使ってますから、ね、須藤元気さんは国境をつけてたんですね。僕は宇宙の写真を撮ったんですよ。世界じゃなくて宇宙的な感覚で世の中が良くなるようにっていう意味で We are all one とライトフォーピースがあるんで、まあ、それを僕はまあ体現しながらの試合で、僕自分もやってるんで、自分で会員さんにまあそういう元気を伝えたりとか、で、まあ、自分がそういう風に周りを明るくさせていけたらいいなって思っている次第でございます。